フミさん、どおもみです。どうもどうも、今日はですね、前回に続きまして、答えのない問題に挑戦するときどういうふうに考えるのかっていうのをお話をしていきたいと思います。だから、聞いてる方はね、あの、大学受験を控えているという方もい,いるかもしれないし、もっとこう、具体的に問題を解く方法を教えてくれと思ってるかもしれませんけれども、まあ、実はですね、大きな枠組みの中で見ると、こう、そういう答えのない問題に挑戦するときの精神というのは、結局のところ、答えのある問題を解くときの精神とあまり変わらないのですよ。まあ、そういうようなことがありまして、ぜひともお聞きください。ということでございます。そして、完全に個人 的なお話というか感想といえば感想になってしまうので。 まあそういう意見もあるよ程度に聞いてもらえれば結構です。で、例えばまあ前回は答えのある問題に対するなんかこうねじり寄っていく、そして全体の位置におけるこういうところを使ってくださいということを意味されているんですねということを取られると意外と解けるとか、まあそういうふうにすることによってどんどん実は数学の、自分の中の数学っていうのはこう、深められていくというようなお話をしましたけれども、まあその話したかしらね。で、今日はまあ答えのない問題の、のお話をしていきたいんですけど、答えのない問題を解くって、じゃあ、いつ、あの、まあいわゆるね、あの、ミレニアム問題とかありますよね。まあそういう問題、 じゃなくてもですね、まあちょこちょこあったりするわけですよ。その、このテキストのよくわかんないけど、問題にもなっていないようなところで行間があったりして、あれ、ここをちょっと、 ってどういうういい議論ななんんだろとととかかかあれれここっってちょっと深められるんじゃないかとかそういうこことととでで皆さんん思思ううはあると思うんですねそれな時に、まにもちろんそれがある種の研究といえば研究なのかもしれないですけど、そんな深いものじゃないわけですよ。普通に業界読むってことはたくさんあったりするわけですね。そういう時とか、あとはまあこういうことが言えるんじゃないかみたいなことの時に、それ,こうそれっていうのはあな、自分が自分に対する問いであって、もうはい、これですっていう答えは実はこの世にはまだ存在していなかったりすることが多いんですね。もちろん過去の人がそういう疑問っていうのはもう必ずう まず持っていることが大体ですから、初等的なところで言うと、ですからそういう人の何かこう意見とかそれそういうそれに相当するようなテキストというのはあるかもしれないんですけど、はいこれですっていうような答えというのはまあ一応はないわけです。探せばあるかもしれないですけどね。でもそれはあるということは大した価値がないんですね。そこをそういう問題に出会った時に。 自分が自分に対して問いを立てて、自分で自分に答えを提示するという経験が結構重要で、じゃあそういう問題というのはじゃあどういうふうに取り扱えばいいのかって、問題にすらなっていない問題ではそうかもしれません。答えさえないわけですから。ただ自分が納得するための問題だったり、その、ぶわっとしたその、はいこれですっていう答えがない場合の問題については、実はですね、直接それを ここ、これがこうすればこう解ける、こう、こうすればできるんだ、みたいな問いの立て方とか、態度っていうのは、意外と泥沼にハマるっていうことが結構あったりします。やはり、こう、全体の枠組みにおいて、その、今自分が持っている疑問っていうのは、どういう位置づけにあるのかとか、これがもし正しかったり間違っていたり、この勘所っていうのはこういうところにあったのだとすると、どういう価値を持つのかっていうことを考えていく。その、直行するのではなく、直行 <laughs> なんか、まあ、パーペンディキュラーみたいなこと言っちゃいましたけど、その、直接的に考えていくのではなくて、 全体の中でどういう役割を持った問いなのかってことを考えていったり、いわゆるこう外堀から埋めていったりすると実は結構早く埋まったり、むしろ価値が見出されたりすることが多いんですね。そして簡単に解かれるということも実はあったりするんですね。 で、この外堀から埋めるっていう感覚っていうのが、ある意味非数学的といえばそうなのかもしれません。数学というのはある種こう幻想みたいなところがあって、皆さんの思うようなところですね。全て論理的であると。そして厳密であると。で、体系的であって。もうこれがこうで、A が B で B が C で C が点点点、Z なので、A ならば Z であるみたいなそういうような考え方で、そのとても美しいと。機械が動くように動くんだと。まあ確かにそういう節はあるんですけど、実はそういう実際問題、数学の問題を解いたり、考えたりするときっていうのは、実は意外とそうではない思考を踏んだりするということは、まあ全 前回の話もそうだったんですけど実は本当によくあることなんですね。で一番辛いのは その外堀さえまだ分からないという状況が一番辛いわけです。ですから、数学を学ぶときっていうのは、一番辛いのは一番最初なんですよね。あの、一冊も本数学の本をまだ読んだことがない。まあ、いわゆるファーストブック中っていうときには、実は分からないことだらけで、分からないということを分かるために、その周辺が分からないと分からないはずなんですけど、その周辺のことさえ分からない。じゃあその周辺のことを分かろうと思っても、まだそもそもその、そこが、あの、この部分が分かってないのに周辺のことさえ分からない。そういう自価と動着があって、数学を学ぶ、新しいことを学ぶっていうのも ものすごく難しいことなんですよね。思っている以上に。だからまあ、時々僕が言う、その教師五射論という時の、その学者であるべきっていうところの学者、まあ、学者医者、駅舎、芸者、役者っていう5つがあるんですけど、学者であるべきっていうのはとても難しいことなわけです。教師というのは、その新しいことを学ぶということの難しさがわからないと、教師にはなれないというようなことが、まあ、よく言われるんですけども、ちょっと話が逸脱してきましたね。まあ、それはちょっと置いときまして、そんなわけで、数学の問題を考えるときっていうのは、割と周辺から埋めていこうと。で、その今、初学者で の話をしてしまいましたけど、ちょっと忘れてください <laughs>。 あの、何かこう、具体的な問題あった時に、そこに、その直接的に考えるのではなくて、前段の中でどういう役割があるのか、こう、とか、その周辺部位を埋めていくことによって、やっぱり横目に見ながら、その具体的な、自分が本当に知りたいと、今、こう、その問題に価値があるかどうか置いときまして、目の前にあるその具体的に解きたい問題というのは実は横、横目に見ながら、こう、あ、ここはこうだよね、こうだよねって、で、準備が整ったら差しに行くっていう、ちょっとね、あの、恐ろしいことになっているわけです。ですから、ある種ハイエナ的な時きらでえばそうなのかもしれないんですけど、実はあの元 とも効果的であるということですね。例えば、新選組の相手の殺し方っていうのは、実は暗殺術っていうのがありまして、相手が一人、で、手前に一人、で、奥に二人用意するんですね。で、その時に実は、前から行って、その、やってる間に後ろから切りかかると。どっちが失敗しても、片、あの、失敗してももう一人必ず打つというような方法があるんですけど、ある意味、その、受け手側からしたら、常にその横目に見ていなきゃいけないということがありまして、まあ、そういうようなこと、なんですよ <laughs>。 何の話なんだろう暗殺術の話になっちゃいましたけど、まあそんな話は、まあちょっと忘れてくださいね。今日は逸脱が多いですね。そんなわけで実はその前回の大学受験数学とか具体的に問題を解くというプロセスにおいても、実はその直接的に考えるというより、その問題の意図、 を組むことによってできると。で、じゃあもっと一般のその答えのないような数学にしても、その問題の出し、問題の出して側っていうのは自分自身ですから、あの、そういうことは今度はできないわけなんですけど、むしろ学問としての位置づけってものを考えたり、その周辺部,部,部分がどうなっているかってことを考えると。やはりその大きな枠組みの中で捉えるということが、まあ僕は割と好きだし、まあそういうことが数学の学問性だと思うわけですね。数学の学は楽しいという音楽の学ではなくて、学問の学であって、体系性を意味するわけなんですが、まあそういうようなことを考えることによって、むしろ 数学深まっていくだろうともちろん、華々しいね、あの、飛び道具みたいなのはあったりしますよ。その計算脇とか、この等式があってこ、これをまあ単なるわやって計算するとなんか出るみたいな、そういうちょっとアクロバティックな世界観も実はなくはないんですよ。整数論とかそういうような世界観とか、もっとこう、計算的なところとか、なくはないんですけど、っとその学問のいわゆる、 大学数学と言われるような最初に皆さんが学べるような選挙代数解析とか、まあ、大数学とか、その、機械学とか、対話対論とかそういうものっていうのは、ある程度その世界観があって、その世界観の中でどういう意味を持つのかっていうようなことを考えていくと、意外と解けたりすることがあるというようなお話でございました。随分ね、いい加減な話で申し訳ありません。そんなわけで面白かったと思っ方は、ぜひともチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画もご覧ください。さよなら。